こんちは、今日もデュエルマスターズプライスやっていこうと思うんですが、いきなりもう DM の方をね、拝読していこうと思うんですが、こんにちは、お時間よろしければできしょうかお願いいたしますということで、無課金代表の無課金の星です。私にはシールドトリガーという弱小概念は存在しません。ほう。すべてのクリーチャーをスレイヤーとかし、課金勢のお宝クリーチャーを滅ぼしてやりましょう。そして最終局面はクリスタルジャベリオンで殴りまくったとどめです。プラチナさんの分回りガルザーク構築と5回に、戦えたデッキです。5回?互角じゃなくて。互角じゃなくて互換です。あ、互角ですね。しっかり。頭がおかしくなっちゃって、互角じゃなくて互角、互角じゃなくて互換がね、互角、しかし砂男が出なければほぼ負けなので、ヒミの運勢を試せるデッキです。運試しはいかがですか。キーワードは男デッキです。男は男らしく殴って倒す、そんなデッキです。ということで、チャンネル登録高評価よろしくね。まあこの構築を見て思ったっていうのが、やっぱりそのシールドトリガーっていうのがね、1枚も入ってないっていうね。ノーシールドトリガーで、正直このゲームシールドトリガーないデッキっていうのはまあ結構弱いんですよね。やっぱシールドトリガーっていうのが逆転要素であって、シールドトリガーがないっていうのが非常にやっぱ、防御面ではもうゼロであるから、まあ戦いの舞台でまあアーマーを着てない、ヘルメットを着てない、まあ全裸でね戦場を向かっていくようなデッキやと思うんやけども、まあその分全集中攻撃力だけに特化したデッキであると。裏を返せば破壊的な攻撃力を持ってるっていうのは、まあ裏を返すことができると。で、一つこのデッキを見て思ったのが、この爆炎野郎ジョーをね採用していると。まあなんかね、なんか見たことないカードやなと思ってクリックしてみたらね、サンコス3000のノーマルカードであると。もうこれを見た時にはね、ちょっともう無課金勢はもうやっぱ頑張ってるなっていうのはすごいこう思って、散骨3000バニラって弱すぎて、ちょっと頭がねびっくりしちゃってね、ちょっと1時間ぐらい脳震盪起こしそうになったんやけども、まあボルメテウスも1枚しか入ってないということで、もうこのカードは神みたいな存在やんね。もうこの1枚のキーカードだけが本当にこのデッキのやっぱ主力のカード。このカード破壊されたらもうあとはシャベリオンとかね、その辺で取らなあかん。でもきっちりペトローパー4枚作ってるということで、可愛らしさもあり愛嬌があるようなデッキかなと思うんですが、アクアガードが3枚、 P 株のドライバーが2枚、ヘルニアが4枚、アクアハルカスが3枚、それから砂男が3枚。まあヘルニアとか砂男は無課金勢の間ではすごいやっぱり、まあ人気なカードではあるよね。それから爆炎野郎ジョーがね3枚。まあこのカードは今回の切り札っていうか、まあ主役のカードと言っても過言ではないよな。まあ超絶雑魚カードですね。それからブレインチャージが3枚、クエイクゲート3枚、クレムゾンチャージャーが3枚、ペトローパが4枚採用、アクアポインター2枚でタンザナイトが2枚。まあこのタンザナイトがいることによってボルメテウスが破壊されたりしてもまあ回収できるということで、まあ面白いコンボをもたらすようなカードではあるよね。それからクリスタルシャベリオンが4枚採用、それからボルメテウスが1枚と、まあ無課金勢の中でも多分頑張って作った構築だと思うんで、まあ今回使っていこうと思うんやけども、まあおそらく勝つのはかなり厳しいかなと思うんやけども、ただ構築は結構ね面白いと思うので、もし無課金の方で私もこのぐらいしか作れないよって方はですね、まあ参考にすればいいかなと思うんですが、この動画を見てね面白いなとか参考になったと思った方はチャンネル登録と、高評価ねよろしくお願いします。さあマッチングしました。対戦よろしくお願いします。青い髪の人間に私を倒せるという手立ては与えはしない、まあ、今回無課金勢が作った構築だけども、まあ圧倒的なる火力でね敵を粉砕してあげるぜ。私のこのアルティメットバーストの効果によってお前は地獄を見るんだからな、この俺を超えてみな。で、このデッキ、まあ、前回も多分紹介してないけど、ヘドリアンの砂男っていうのは結構無課金勢の間で、まあ、非常にこう使いやすくて強いっていうので話題になってるよね。いくよー。まずは、ペトローパーでも残しときたよね。まずは1枚目。ちょっとクエイクゲートはちょっと自慢で使えそうな、なさそうなんで、砂男召喚するか。俺を倒すがいい。イエーイ。
さ、恐怖のな、こいつ悠長やな。そんなものが私に通じると思っていること自体が間違った世界であることを教えてあげるよ。ひー、面白いものを見せてあげるから楽しみにしておくがいい。次のターンに開くが、こいつ小高しいだ。ペトローパを生贄に捧げ、アクアポインター召喚。やっほーい、スーパーマリオブラザーズ。私は世界の破滅へ導くバーストショットなんて恐ろしいカード入れて、なかなか侮れないやつだな。で、ここタンザナイト持ってるんで、まあ、クズ男、砂男が死んでもタンザナイトで戻す筋があるので、もうこっから殴っていくよ。タンザナイトが見えているからね、ここまで盤面しっかり強築できればね。我は恐怖の中に過ごす暴風竜ベルドラだ。だが無駄なんだ。地獄の先に見据えるものは、運命の光の兆しの中では変わることがない世界。おー、爆炎ジャロー、ユオーは、ジョーは消えてもらって、無課金銭の星が来たぞ。全てを許しはしない。ベーン、まずは1枚目。もちろん相手はブロックすることはできないと。この抵抗でやめろ、無駄な抵抗はやめるんだ。ベーン、まず、おー、鼻動き見切れるか。ベーン、お前小細工としてくんな、なかなかの才能だな。なんかそうでなくっちゃ面白くないぜ。まあ、タンザナイトを戻しても墓地にあるカードはないんだ。つまりこのターンに残ってもしょうがないからね。どちらかというと、まあアクアサーファーとか、まあ序盤にこれ出したことによって、私のね、運命の小賢しさというものが開花したからね。さあ、奇跡の宝箱を開けるとしようじゃないか。ブラッディーマンデー発動。さあ、お前の小ざ、もう許さねえからな、お前小賢しな、この急ぎんちゃく野郎どもがよ。ふざけるんじゃないよ、もう許さねえからな、お前。まずは一枚目、イエーイ、もう許さねえからな、お前。今までの仕返しを、私の名前を呼んだか、決着をつけよう。だったら見せてあげるぜ、貴様に運命の力というものをな。私の名前を呼んだか、決着をつけよう。これがこの方が考えた構築の、まあ唯一のキーカードやね。まあ多分このカード1枚しか SR はつけれなかったんでしょう。まあこのボルメテウスというカードを1枚、私の奇跡のカードを破壊するなんて、もう許さねえからな、お前。絶対に許さない、ボルメテウスを破壊したなんて絶対に許されるべきことではないじゃないか。ここなんやけども、どうしようかな。サンとなんか動きありそうやけど、まあシャベリオンも重要なカードだと思うんで、ここはタンザナイト出そうか。ペン、闇のすべてを私の胸毛の中に結合させ、へその緒を伸ばすことで俺は強くなる。やってやってやるき。無駄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 。恐怖の中に住むのは、我は暴風竜ベルドラだ。だが無駄なんだよ、そんな雑魚カードをいくら並べようが私に届くことはないんだ。水は剣にも鎧にもなる、だから圧倒的なる。じゃあ盤面展開していこうか。砂男の効果によって全てのクリーチャースレイヤーを得る。そしてタンザナイトの効果によって、私がね、何これ、オレイカルコスデルテロス持ってそうやね。かざかしいでー。タップスキル発動、ペン、全てをついでに戻すことができるぜ。私さ、神を復活しよう。神が降臨するんだ。私の名前を呼んだか、決着をつけよう。しかもタンザナイトを処理するには6000を上回らなければいけないからね。闇を切り裂く全ての中に、ペン、終わりだって言っているじゃないか。無駄だってわかんねえかな。まあここまで来ればヘルニアいらなさそうやね。現れるんだ、私の名前を呼んだか、決着をつけよう。そしてこの無限のマナ回収、こうやって相手の盤面を攻撃したくないっていう時に、タンザナイトの効果によって無限に回収していく。ついでに私は読み戻すぜ、アクアポイントを読み戻すぜ。さらにここは、ボルメテウスがあるのでなんやけども、どうしようかな。ブロッカーが1あるからっていうのは悪いんやけども、まあ1枚殴って、まあでも、まあ、デモハードきてもしょうがない、やめとくか。ここは、いや、地獄の終焉の未来というものは常に確立したものだからね。まあゆっくりとね、潰していく。エンドーン豆を潰すかのごとく、ガッ、まずい、これ
ボルバルザークはまずいぞ。ボルバルザークはちょっとまずいな、これ。まずいねー。お、こいつ処理しようっていうコンタン。タンザナイトごときに、こいつ哀れなやつめ。タンザナイトごときに、あ、こいつタンザナイト。ボルバルザークの攻撃はまあアクアガードで防げばいいし、だからこれ2回攻撃あるのが非常に怖いよね。ボルバルザークはスレイヤーで消えてもらうか。消えろ。一コスのアクアガードと相打ち、おいしいね。なんかこれ相手8回攻撃できるんよな。ね、これシールド、てかこのデッキ確かシールドトリガーないんや確かね。ただゾルベールは攻撃した後に破壊される。このデッキシールドトリガーないんよ。このデッキあれ1枚もないんよね。これがこのデッキの唯一の弱点っていうか、確かそういうのをツイッターに書かれてたような気がするんよね。もしそれてかそうなんよ。そうなるとこれまずいよ。これボルバルザークなんて出されたら負けが確定する真実やからね。破壊を司る戦場。おいおいおい、やめろ。これまずいぞ。これシールドトリガーが私にはないんだ。お前を撃ちる。いやまずい、これこれバレたらやばいぞ。バレたらてか、まずい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 。シールドトリガーが来ないのが分かっているんだ。俺にはシールドトリガーが1枚も入ってないことが分かっているんだよ俺は。爆炎野郎ジョーとかいうゴミカード入れてるから俺何もできないじゃんこれ。うわっ、日付が変わった。日付が変わって負ける。それも夕焼けに立つ姿じゃないか。さあ朝日を迎えることにより私はデュエンプレイスが開花する。